ポントス山脈カフカース周辺の写真。中央で右下がりに大きく、雪に覆われているのがカフカース山脈。その左が黒海、黒海の右下で小さく、右上がりに雪に覆われているのがポントス山脈ポントス山脈はトルコ北部ポントスの南部にある山脈。最高峰は3942メートルのカチカル山。カチカル山周辺だけを特に カチカル山脈と呼ぶ。現地ではパーハーとも呼ばれ、これはヒッタイト語で頂点を意味している。ギリシャ語ではポントスアルプス、また歴史的に同地に長く居住していた。ポントス人のポントスギリシャ語ではポンディアカパルハレとも呼ばれる。黒海とアナトリア半島を隔てる北、アナトリア山脈の一部であるが、北アナトリア山脈の意味で用いられることもある。北アナトリア山脈は、 国海沿岸に沿って東西に伸びており、その東端はジョージアにまで達する。この山脈に沿って北アナトリア断層と北東アナトリア断層がある。北アナトリア山脈の多くは森林に深く覆われており、新葉樹と広葉樹の根光林となっている。これは北アナトリア新葉樹及び落葉樹林と呼ばれている。この森にはカフカースクロライチョウやクビワツグミ、 赤火大セリン壁走りなどの野鳥が住む。ありがとうございます。